世界初の実用的な二体式洋上風力発電タービンであるハイウィンド。概要に栄光される前、ノルウェーのスタバンゲル市近郊にあるアムイフィオルドに手組み立てられて浮かんでいる二体式洋上風力発電とは洋上風力発電の一種で洋上に浮かんだ二体式構造物を利用する風力発電である。水深50メートルを超えると着床式では 再産性が悪化するので50メートルから200メートルの海域では二対式風力発電機が設置される。2009年にノルウェーのスタヴァンゲル洋上10キロメートルに浮かぶハイウィンドが世界で初めて実用化されて以降、ポルトガルのポブイデバアルザム沖に設置されたウィンドフロートなど世界各国で設置が進んでいる。今後もさらなる普及が期待されており、 特に潜在的に最も主要なマーケットは日本であるとハイウィンドを強要したエクイノール社は主張している。日本は欧州などと異なり、遠浅の海岸が少ないため、不体式の実用化が洋上風力発電普及の鍵になるとみられている。日本では2011年に初の実証試験が長崎県五島市の川島沖で実施され、2014年には 日本初の不体式洋上風力発電所である福島未来が福島県奈良波町沖 20km に設置された。2015年には福島未来に世界で初めての大規模事業として集合型風力発電所が建設される予定である。国土交通省と経済産業省は国内外で事業を展開しやすい環境を整備するため安全基準の策定。 技術開発、国際標準化を進める。ポルトガルのウィンドフロート。ポブイデ・バルザムの洋上5トルにある概要では、風を遮るものがないため、陸上や陸地に近い洋上よりも強く安定した風力が利用できるが、水深が深すぎるために、着底式の風力タービンが建設できないことがある。二重式構造物を利用することで、そのような場所でも、 風力発電を行うことが可能となる。不体式洋上風力発電のコンセプトは、マサチューセッツ大学のウィリアム・ E ・ヘレニーマス教授が1972年に考えついたものであるが、風力発電の商業性が確立された1990年代半ばに、至って再注目され、ようやく実現に向けての本格的な研究が始まった。 既存の着底型の風力タービンによる洋上風力発電は水深30メートルのところまでに限られていたが、水深600メートルまでの外海における風力発電のリソースは比べ物にならないほど豊富であり、また海底電力ケーブルを介して海沿いにある都市まで送電するのは困難なことではない。2009年現在までに2つの付帯式、 洋上風力発電施設が創業された。2017年、イギリスのスコットランド沖で、ノルウェーのエネルギー企業スタッドオイルが、世界初の二大式商用洋上風力発電所を稼働させた。この二大式洋上風力発電所で用いられている、風車は、翌朝75メートルの羽を3枚組み合わせた、直径154メートルという巨大なもので、 全長は253メートルであり、1機あたり6メガワットの出力を持つ。ブルーエイチで用いられているテンションレック軽流システム。灰色で示されたタワー、ベアリングストラクチャーは、サズでは自由に浮かんでいる状態。渦ではケーブルの張力によって、海底の重りの方に引っ張られている状態。ブルーエイチは、オランダのブルー、H 実際に運用されたものとしては、 世界初となる、不体式洋上風力発電施設ではあるが、発電能力わずか8 0ットであり、実用的なものではなく、風力と海の状態をテストするためのプロトタイプ機である。設置されてちょうど1年後の2008年末に、退役した。ブルー H テクノロジーズ社はこのプロトタイプ機において、テンション、レッグプラットフォームと呼ばれる軽流システムと2枚の ブレードによるタービンを利用した。2枚のブレードによる風力タービンは3枚のブレードよりも大きな抑減を取ることができ、末端のスピードをより大きくできるメリットがあったが、一方で騒音公害も大きくなるデメリットがあった。しかし人家から遠く離れた概要では騒音公害を気にする必要がないのである。2009年現在、ブルー。 H テクノロジーズ社は退役したプロトタイプ機の後継となるフルスケールの商用の2.4メガワットタービンをイタリアのブリンディジにて建設中である。2010年にはこのタービンをプロトタイプを設置したのと同じ場所に設置する予定であり、それが38機の付帯式洋上風力発電タービンからなるトライケース、洋上風力発電所における最初のタービンとなる予定である。 ハイウィンドで用いられているルースムーリングカッタネリー、軽流システム。カテナリーケーブルによって軽流された、円筒形の二重式構造物が浮かんでいる。ハイウィンドは、バラステッド・カッタネリーと呼ばれる、軽流方法を用いており、それぞれの軽流ケーブルの中央に60トンの重りを設置し、張力を加えているハイウィンドは、スタトイルハイドロ社によって2009年6月に、供用された。 実用的な大容量の二重式、洋上風力発電タービンとしては、世界初の施設である。2009年6月、120メートルの高さを持つ、テクニップ社製の二重式のタワーと、2・ 3MW の発電能力を持つ、シーメンスウィンドパワー射製の風力タービンが、海が穏やかなスタバンゲル市近郊にある、アムイフィオルドにて組み立てられた後、カーミ村の南西10キロ、 水深220メートルの地点まで栄光され、2年間のテストに供された。基礎部分を所有するのはエクイノール社である。エクイノールのアレクサンドラベックグヨーブは、この実験はこれまでの洋上風力発電を別次元に引き上げる手助けとなるだろう。不対式洋上風力発電の潜在的なグローバル市場は巨大であり、そのコストをどれだけ下げられるかにかかっていると語っている。 エクイノールはまた、二重式洋上風力発電は未熟であり、商用化は厳しいとも発言している。この世界初の実用化された、二重式洋上風力発電タービンは、建設と設置に約4億クローネもかかった。ハイウィンドは、年間約 9GWH の電力を生み出すと、期待されていたが、実際には2010年度に7、3GWh の電力を供給し、 11メートルの波にも無傷で耐え、ノルウェーの電力網に電力を供給し続けた。二重式洋上風力発電は2つのタイプに分類できる。二重式構造物を海中で係留する主なシステムは、講義には以下の3種である。より競技には、テンションレッグとカッタネリームーリングシステムズの2つと言える。技術的には、すでに二重式構造の長期耐久性は、 何十年にもわたって海洋及び海上石油採掘産業によって成功理に実証済みなので洋上二体式風力発電設備の理論的実現可能性は疑問視されていないものの二体式発電風車のプラットフォームにおいては1000均以上にも及ぶ海底石油掘削装置の展開の長期間にわたる経済性はまだ実証されておらず未知数といえる 洋上付帯式発電風車の場合、浅い水深もしくは陸上設置風車の基礎として一般的に使用されている食い打ちの基礎、または従来のコンクリートの基礎に付帯構造が置き換わることになる。付帯構造は風力発電機の重量を支え、ピッチ、ロール、上下運動を許容範囲内に抑えるために十分な浮力を提供しなければならない。 風力発電機本体の資本費用は、浅瀬での現在の海上設置風力発電機の費用よりも大幅に高くなることはないものの、不重式洋上風力発電機の経済性は主に、不重式構造とはこれらは洋上風が強く、大規模な電力の消費地に近接しているので、総裁される。二千九年の時点では、旋回洋上風力技術の経済的、 実現可能性はより完全に理解されている。現在10年以上にわたって多くの国の洋上の固定設備から得られた経験的データにより典型的な費用は明確になっている。世界エネルギー評議会によると、旋回風力発電はメガワットあたり240から300万ベイドルの費用がかかるとされる。2009年の時点では、 沖合設置の不体式洋上風力の実用的な実現可能性とユニットごとの経済性はまだ明確ではなかった。2009年に最初に沖合に実用的な風力発電設備が設置された。2010年10月の時点で新しい実現可能性調査は不体式洋上風力発電が英国及び世界のエネルギー市場で 技術的及び経済的に実行可能になってきていることを裏付けている。不対式風力発電機の設置に関連する初期費用の増加は風が強く信頼性の高い英国の沿岸沖に設置できるという事実によって相殺される。英国で実施された最近の沖合設置風力発電に関する評価研究では英国の風力、波力、張力の3分の1を使用するだけで 北海の石油及びガスの生産口と同水準の年間10を配れるの石油に相当するエネルギーを生成できることが確認されている。送電線の設置に必要な調整が主な課題である。日本付帯式洋上風力発電を実用化するため、環境省は日本初の実証実験を長崎県五島市の川島沖で計画している。まず、 1 0 0ット以下の試験機を設置して各種の調査を行い2メガワット級の実証機の開発を目指している。京都大学が事務局となり環境影響評価手法の検討、基本設計などを行った結果、不対式洋上風力発電に適していると判断され地元の賛同が得られたことから当治が選ばれた。海上保安庁の海底地形図によると推進は 約100メートルであり、付帯を設置できる。また、NEDO 局所風景マップによると、年平均風速は7.0メートル毎秒であり、十分な事業可能性があるとされている。計画のスケジュールは次の通りである。さらに、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故が発生した福島県の復興支援のため、 不体式洋上風力発電所が計画されており、2011年度第3次補正予算案に実証試験の予算の一部が盛り込まれる。建設候補地は未定だが、東京電力広の火力発電所の送電線を利用できる岩岸沖が有力視されている。発電機や軸受けなど、約2万点に及ぶ部品の製造や、発電、建設、保守など、 関連産業を誘致することを目指している。早ければ2013年度から2メガワット級、風力タービン6機の建設が始まり、2016年までの5年間、100億円200億円かけて、データ収集、海底ケーブル送電、系統連携などの実証実験が行われる。2020年までに80機まで増やすことを計画している。2012年、事業者は、 公募により三菱重工業、IHI、富士重工業、三井造船、清水建設、東京大学などが参画した福島洋上風力コンソーシアムが事業を受託した。2018年、実証試験が進められていた3機のうち1機は、機器の不具合で設備利用率が低い状態が続いていることから、2020年6月に撤去、残りも2020年12月に再産が、 見込めないとして全撤去が決定した。アメリカ米国のメイン州は2010年9月に世界初の水上商業用風力発電所の建設を提案した。RFP はメイン湾ンにある送電網に接続された電力を供給するための25メガワットの深海洋上風力発電の付帯式風力タービンの20年間の長期契約の提案を求めていた。 落札者は、セントラルメインパワーカンパニー、バンゴアハイドロ、エレクトリックカンパニー、またはメインパブリックサービス、カンパニーと長期の電力供給契約を結ぶ必要があり、提案の期限は2011年5月だった。提案されたプロジェクトに入札できる一部のベンダーは、米国の環境規制への対応について懸念を表明していた。提案された海域は連邦海域にあるため、 開発者は採掘管理局からの許可が必要になり、ケープホット沖の未建設の旋回風力計画を承認するのに7年以上かかった。また、連邦海域での深海石油掘作の監視を怠ったため、2010年6月に避難された。米国における許認可に対する不確実性は、メイン州の洋上風力発電に対するアキレス圏といえる。ウィンドフロートウィンドフロートは、 プリンシプルパワーが設計して特許を取得した洋上風力発電機の付帯構造。これは2011年秋にベスタス V82 メガワット風力タービンを備えてポルトガル沖で試験予定だった設備は風力発電機を3つの柱の1つだけに配置した見柱の三角形のプラットフォームを利用して波とタービンによって引き起こされる動きを弱めることで 浅い喫水での動的安定性を改善しようとする。次に三角形のプラットフォームが4本の柵で計流され、そのうち2本が風車を安定させるコラムに接続されているので非対称になっている。計流により安定性が向上し動きが減少する。風向が変わることにより風車と基礎への荷重が変化するとポンプが基礎チャンバー間で バラスト水を移動させる。この計画は、合弁会社ウィンドプラスによって管理される。ベスタスカザー車が計画で標準的に使用される予定。建設費は3000万ドルを下回ると予想され、プロジェクトパートナーとフンドでアプワのバスをによって資金が提供されます。この技術により、以前は設置が不可能と考えられていた水深が50メートルを超え、 旋回の洋上風力発電所が通常、遭遇するよりも強力な風力資源を備えている海域に洋上風力発電設備を設置できる。ノッティカウィンドパワーノッティカウィンドパワーはシステムの重量、複雑さ及び深層水域のコストを削減することを目的とした特許技術を使用する。洋上での縮尺模型試験が実施され、マルチメガーット設計のための 構造動力学モデリングが開発中。ノッティカウィンドパワーのアドバンストフローティングタービンは単一の軽流柵とたわみ耐性があり、能動的な揺れの緩和装置がなくても、受動的に風上に向くダウンウィンド型の二応回転によく構成を使用する。回転翼の柔軟性に対応できるに、回転翼のダウンウィンド風車の設計は、回転翼の寿命を伸ばし、 構造システムの負荷を減らし、洋上の整備の必要性を減らし、設備のライフサイクル費用を削減する。オークルサンハイウィンド国際エネルギー機関は、オフショアコード比較コラボレーションイニシアチブの講演により、水深320メートルで、経流策で経流された、二重構造体に設置された5メガワット風力、発電機であるオークルマイナスンハイウィンドシステムの 高水準の設計とシミュレーションモデリングを完了した。二対構造体プラットフォームは水面下120メートルに伸び、バラストを含むこのようなシステムの質量は740万キログラムを超える。ディープウィンドリソットと11の国際的なパートナーは2010年10月にディープウィンドと呼ばれる4年間のプログラムを開始し最大20メガワットの経済的な フローティング垂直軸風力タービンを製造して試験した。この計画は EU の第7次フレームワークプログラムを通じて300万ユーロで支援されていた。パートナーにはデリフト工科大学、シンフスタトイル、及び米国国立再生可能エネルギー研究所が含まれていた。バーティウィンドバーティウィンドはニートナッパーによって設計され、 テクニックによって試験された垂直軸型風力発電だった。ありがとうございます。